パリ五輪サッカー女子、一次リーグ第一戦日本一の二スペイン、25日、なんとボジョワール競技場、サッカー女子代表、なでしこジャパンが、一次リーグ第一戦でフィファランク一位で、23年 W 杯女王のスペイン代表と対戦し、一二で敗れた。試合後、首相の熊谷咲は、耐えきれずというか結果、勝ち点を落としたことはすごく残念。 と敗戦を振り返りながらも、もう悔やんでいる暇はないので、次に向けて何としても勝ち点を取りに行く、と次戦のブラジル戦、日本時間29日午前0時、に向けて前を向いた。先手を奪ったのは、なでしこジャパンだった。0対0で迎えた前半13分、20歳の MF 藤野青葉がゴールやや右の位置から右足を豪快に振り抜き、ゴール右上を射抜いた。自信があった。自分も、 ベスト8に終わった昨年の W 杯から、この1年間、何もしてなかったわけじゃない。相手武器も触ったものの、シュートの勢いに負けて弾くことができない衝撃の FK 弾で先制した。しかし、その後はスペインが高い技術を活かした細かなパスワークと、スピードのあるサイド攻撃で試合の主導権を握る。すると前半22分に日本の左サイドを崩されて、同点に追いつかれた。 その後も劣勢が続いたが、前半40分のセットプレイの流れからフリーでシュートを打たれた場面で抜き山下が後セーブを見せるなど、前半を1対1で折り返した。後半に入って、なでしこジャパンは政家に変えて、浜野を投入し、3バックに変更。守備時には5バック気味となり、相手の攻撃に対処した。しかし、なかなか流れを変えることができずにいると、 後半22分過ぎには DF 清水が負傷交代のアクシデントにも見舞われる。すると同29分には細かなパス回しでゴール前に侵入され、スペインに勝ち越し点を決められた。このまま試合は終わり、なでしこジャパンは1996年アトランタ五輪で初戦でドイツに2-3で敗れて以来の五輪初戦黒星となった。後半22分過ぎには清水リサが右膝を押さえてピッチに倒れ込み、 自ら交代の意思表示をした。単価で運ばれて、代わりに高橋花が出場した。試合後、池田太志監督は、今本当にメディカルの報告待ちということで、私もわからないです、と話し、右サイドの主力としてなでしこを支えてきた清水の今後の出場に暗雲が漂った。不安要素を抱えたままなでしこが金メダルへの道を進む。